どこかが主導権を握ってる、という状況とも言えない中、自立というか自衛それは、何によって?というのは、今も不透明だ。やたらに新型コロナウイルスの感染者は、増加を続けている。もともとこのウイルスは潜伏性が強く、防壁などほぼ不可能という、そんなものではあって。発症しないようにする、しか明確な対策はない中で、現状は、以前なら割と転嫁できた責任は、今は明確なターゲットができずにいる。混乱の中、風俗関係に、客がどうしても集中するのか、それとも、そこに職を求める人が増えた、結果なのか。ことは、深刻さを実際は抱えているのかもしれない。対策もないのに雇用止めをすれば職を失った人々は必然的に。休業要請にお金は出ても、個人への対策は今はされていない現状。政府の無策と言うべきか。それとも、